レトロの操作は難しいですかというご質問がありますがパソコンが一応触れればそこでレトロの申し込みをしていただくと画面が出てきますそこに希望の番号を入れていただいて登録をしていただくと先方から ID とパスワードが送られてきますのでそこに ID とパスワードを入れていただくと もうそこで画面がが出来上がりますそこに YouTube の番号とかえホームページの番号をタイトルを入れて、えー、アドレスを入れていただければもうそれで、えー、終わりです、えー、今私たちの年代も、えー、この勉強会を始めてから、えー、65歳以上でもお操作ができるようになっておりますので、えー 操作難しいですかって言われるととても簡単ですというようなお答えになると思いますがその実際の動き方はまた別なところでスタッフに紹介していただこうと考えております。